こんにちは、ナビゲーターのリンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、世の中には〇〇の法則といったようなものがたくさんあります。例えば物理の世界で言えばオームの法則や万有引力の法則、科学の世界で言えば質量保存の法則やアボガドロの法則。これらは学校で習うものであり、誰しもが聞いたことがあると思います。しかし世の中には多くの人に知られていない法則がまだまだ存在します。そこで今回は世の中に存在するへーと思ってしまうような法則をご紹介いたします。それでは行きましょう。衝撃、なんか納得、世の中にある面白い法則たち。メラビアンの法則。人物の第一印象は初めて会った時の3から5秒で決まり、そのほとんどは視覚情報から得ているという法則です。初対面の人物を認識する割合は、見た目や仕草などの視覚情報が 55%、 声や口調などの聴覚情報が 38%、 話の内容などの言語情報は 7% と言われています。いかに見た目に気を使うのが大事かっていうのが分かっちゃいますね。人は見た目より中身だっていうのはもっともだと思うんですけど、こう第一印象しか当てにできない場合はやっぱり見た目から直していくのが一番手っ取り早いんですかね。世知辛い。リヘイの法則。簡単な仕事はいつでもできるという理由で常に先送りにされるという法則です。あ、でも私は割と簡単なものから手をつけていく方が好きです。なんかいつもだいたいエンジンがかからないので、最初に簡単なものをやってちょっとずつエンジンをつけていくみたいなことをやっていると、大変な仕事が先送りになって、あーできないってなること多々です。気をつけてください。ハインリッヒの法則。1対29対300の法則とも言われています。労働災害における経験則の一つであり、一つの重大事故の背景には29の軽微な事故があり、300のヒヤリとするような事故が存在するという法則です。あ、なんかこれはわかる気がしますね。だからちっちゃいミスとかこう事故とかもちっちゃいからって軽視せずにね、全部なんで起きちゃったのかとか対策改善をしていくのが大事なんですね。大きい事故に遭わないためにも。限界効用提言の法則。財の消費量が増えるにつれて、財の追加消費分から得られる効用は次第に小さくなるという法則です。例えば1杯目のビールが美味しかったり、最初に買った自動車が一番満足感が高いなどがこの法則に当てはまります。うお、ちょっと悲しい法則ですねこれは。じゃあなるべく追加消費をしないように最初のものを大事にするのがいいのかな。ジャネーの法則。これは生きてきた年数によって1年の相対的な長さがどんどん小さくなることにより時間が早く感じるという法則です。50歳の人間にとっての1年の長さは人生の50分の1ほどで、5歳の人間にとって1年の長さは5分の1ということです。だから成長すると時間の速さが早く感じるんですかね。だって小学校の 1,2 年生とかってもうずっとあるみたいな、ずっとあるは言い過ぎだけど、なっかみたいな感じですもんね。高校ぐらいからちょっとペース早まったみたいな感じになってきても、そっからビュンビュンですよね。これからさらに早くなっていくと思うと、ちょっと恐ろしいような寂しいような。松竹梅の法則。これは3段階の選択肢があった場合、多くの人は真ん中のものを選ぶという法則です。例えばレストランのコース料理で松1万円、竹6000円、梅4500円の価格帯のコースがあったら、多くの人は6000円を選ぶようです。ちなみに比率はおよそ松2、竹5、梅3になるんだとか。そうなんですか。私こうなんかまあさっきから法則無視ばっかりしてるんですけど、私は比較的梅からチャレンジしていきたいな。貧乏症かな。で、梅でうわこれめっちゃいいじゃんって思ったら、すごい特別な時に待つっていう竹を飛ばすっていう、こう法則無視。決定回避の法則。
選択肢が多いと逆に選べなくなってしまうという法則です。あ、なるほど。じゃあ選択肢が多すぎるのもいいわけではないんですね、選べなくなっちゃうから。確かに無意識にこう選択肢がブワーっといっぱいあった場合、自分の中で例えば系統とかいろいろ絞っていきますもんね。あ、だからもし私優柔不断なんだよなって困ってる人がいるなら安心してください。だって決断できないのはもうこういう法則があるんだから無理ないですもん。やったー、ズーニンの法則。仕事も勉強も最初の4分間が大切で、最初の4分をうまく乗り越えればあとはスムーズに運ぶという法則です。マジですか、4分が大事なんですね。え、でもじゃあ最初の4分が調子出なかったらもうあとは終わりみたいなネガティブ立て直せないじゃないですか。皆さん4分がダメでも頑張ってください。現状維持の法則。人は選択肢が広がりすぎるとかえって普段と同じものを選んでしまうという法則です。あ、これは超わかりますね。私も結構この傾向あります。なんかやっぱ選択肢が広がるっていう変化はがね、怖いタイプの人間からすると、いや、これは今まで通りのがなんだかんだ一番いいのではってなってしまいますよね。それはすごいわかります。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。いっぱい法則が出てきました。思い当たるものは何個か、まあ違うのもあったけど、思い当たるものは何個かあったけど名前までは知らなかったので、例えばね、その現象が起きた時に、あ、今のはズーニンの法則だねとかいうようになったら、ちょっと友達間の中で何お前すごいな、すごいなってなるかどうかは保証できないですけど、あ、そうなみたいななるいますよね。なんでみんな飲み会とかでね、いや最近時間が早く感じるよとかいう上司とかいたら、それはじゃねえの法則ですねって言ってあげてください。もしかしたら上司から、お、君は物知りだねって言って好かれるかもしれません。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？知ってるのあった、言われてみればそれあるなと思った方はぜひグッド評価をお願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターリンの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。